セールフィッシュは、アメリカ海軍の潜水艦。サーゴ級潜水艦の一隻艦名は、ョウカ時キ族にちなんで命名された。当初の艦名は、ツノザメ族の学名にちなんだスコラスであった。なお、退役から11年後にセールフィッシュ級潜水艦一番艦として2代目、セールフィッシュが収益している。西カジキ時ショウカ時キ心臓時の名称スクオリスの、 タイプ種アブラツノザメスコーラスは1937年10月18日にメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1938年9月14日にトーマス・シーハート提督夫人によって命名、浸水し、1939年3月1日に艦長オリバー・エフナクイーン少佐の指揮下収益する。 スコーラスは5月12日にニューハンプシャー州ポーツマス沖で一連の潜水試験を始めた。18回の潜水を成功裏に終えた後、5月23日の朝にショールズ諸島沖で再び潜水を始めた。主誘導バルブの閉鎖に失敗し、後部魚雷室、両機関室及び乗員区画が氾濫する。26名の乗員がたちまちで帰死した。 乗員たちの迅速な対処により他の区画の氾濫は防がれた。スコーラスは74メートルの海底に着定した。スコーラスは最初に姉妹艦のスカルピンにその位置を知らせた。2隻の潜水艦はケーブルが切断するまでテレホンマーカー部位を用いて通信することが可能であった。救難艦ファルコンからの潜水譜が サルベージ及び救助のエキスパートであるチャールズ・モンセン、少佐の指揮の下、新式の救出装置であるレスキューチェンバーを用いて救助作業に当たった。この器具はアルバート・アール・ビーインク技師の手により開発されたもので、ビーインク技師の理論によると、ヘリウムと酸素の混合ガスであるヘリオックスを用いて窒素中毒の危険を回避することができた。 先任医療将校でもあるチャールズ・ウェズリー・シリング医師も待機する中、スコーラスの生き残っていた乗組員33名全員を救助することができた。4名の潜水婦、ウィリアム・バダーズ、オルソン・エルクランデル、ジェームズ・ H ・マクドナルド及びジョン・ミハロースキーが救助、及びサルベージにおける功績で名誉勲章を受賞した。 スコーラスの成功した、急上劇は、ちょうど一週間後に、リバプール湾で発生したイギリス潜水艦シーティスの、喪失と対照的なものとなった。この事故による順位職者の中には、1936年の、ベルリンオリンピックに、アメリカ陸上代表チームの一員として出場した、ジョゼフ・エイチ・パターソン少尉も含まれていた。不要互換ドックでの s s 九十二 アメリカ海軍当局は、スコーラスが、当時の最新鋭の潜水艦であることを考慮し、引き上げて再生することに決めた。そうすることで、経済的に安上がりになるばかりでなく、沈没事故の原因を、徹底調査して、回収に活かし、艦への信頼性を高める効果も期待された。校舎に関しては、スコーラス以外に、スナッパーとスタージョンが、 相次いで似たような事故を起こしかけたので、その原因を特定するため、特に必要とされた。スコーラス引き上げは、ポーツマス海軍造船所所長のサイラス W コール、少々の指揮の下フロイド A タスラー少佐が現場を監督した。引き上げには、戦艦から改装されたクレーン船、キアサージが使用された。タスラー少佐の当初考えていた計画では、 請求な引き上げを抑えて3段階でスコーラスを上昇させていくというものであったが、この方式はアクシデントが起こると、再び海中に落下する可能性をはらんでいた。計画は修正され、最終的にはスコーラスは船体に渡されたケーブルと両原に装着された不要箱によって1939年7月13日に再浮上することになるが、 スコーラスからケーブルを離す作業において不要箱を約10メートルにわたって破損するアクシデントがあった。不要箱は打ち付けられ、ホースは切断されたと、門船少佐が改装した事故から20日後、ケーブルと不要箱の配置が変更され作業を再開し、こうしてアメリカ海軍市場における最も厳しい引き上げ作業において技術的困難を克服した。 ビーンクギシコアンのスーツを着用した潜水士はスコーラスの船体にケーブルを装着後浮上し実際の使用でその効果が再確認されたスコーラスは9月13日にポーツマス海軍造船所へ栄光され11月15日に収益が形式的に解かれることとなったスコーラスは1940年2月9日にセールフィッシュと改名された 調整、修理及びオーバーホールの後、セールフィッシュは1940年5月15日に、艦長モートンシームンマ少佐の指揮火災収益した。修理は9月中旬に完了し、セールフィッシュは1941年1月16日に、ポーツマスを出港、太平洋に向かった。パナマ運河を通過し、カリフォルニア州サンディエゴで燃料を補給した後、 セールフィッシュは3月前半に、真珠湾に到着した。その後マニラの西方に向けて出港し、アジア艦隊の潜水艦と共に、真珠湾攻撃まで、作戦活動に従事した。太平洋戦争の間、セールフィッシュの歴代艦長は、誰かが、スコーラスの単語を発したら、そのものは次の気候地で置き去りにするとの指令を与えた。そのため上院は彼らの艦を、 スコールフィッシュ、スクエールフィッシュと呼ぶようになった。12月8日の真珠湾攻撃の後、セールフィッシュは最初の紹介でルソン島西岸に向かった。12月13日の夜、3隻の駆逐艦に護衛された船団と遭遇する。輸送船への2本の魚雷が外れた後、セールフィッシュはもう2本の魚雷を駆逐艦に向けて発射した。セールフィッシュは 魚雷が命中したものと考えたが、駆逐艦からの反撃を回避するため先行を強いられた。戦後の日本側の記録では、セールフィッシュの戦果は確認できなかった。セールフィッシュと交戦したのは、美顔攻略を終えて、魔皇へ向かっていた第四水雷戦隊であった。12月17日、セールフィッシュは9日間の行動を終えて、マニラに帰島艦長が、 リチャード g ・ g ボージに変わった。ボージ艦長はシーライオンの艦長を務めていたが、12月10日の日本軍の空襲でシーライオンを失っていた。12月21日、セールフィッシュは2回目の紹介で台湾方面に向かった。その後、ルソン島東岸、ハルマヘラ島、セレベスト方面を紹介。1942年1月27日の朝、 セールフィッシュは、ハルマヘラ島とダバを結ぶ海域において、ナガ型従順洋艦と駆逐艦を発見して攻撃し、目標を破損したと報告した。しかしながら、駆逐艦による反撃のためセールフィッシュは、先行を余儀なくされ、戦火を確認することはできなかった。セールフィッシュは260フィートの深さで先行したまま、駆逐艦を回避し、その後南方のジャワ島へ向かった。 2月14日、セールフィッシュは55日間の行動を終えて、チラチャップに帰還した。2月19日、セールフィッシュは3回目の紹介で、南シナ海に向かった。セールフィッシュは、ジャワ海のロンボク海峡を通過し、従順洋館ヒューストン及び2隻の艦船の護衛を確認した後、ヒューストンらは、澄んだ海峡に向かい、セールフィッシュは、 ロンボク海峡近辺で紹介した。この後、ヒューストンなどの連合軍は、スラバヤ沖海戦で大敗した。3月2日夜、セールフィッシュは、ロンボク海峡入り口で、空母カガと目される大型艦と4隻の駆逐艦を発見して攻撃した。攻撃後、駆逐艦と警備艇からの爆雷攻撃を回避するため、先行を強いられる。ところで、カガは、 この当時、ナグモ・タダカズ中将率いる第一航空艦隊の一艦として、ジャワ島・港海上で行動中であった。セールフィッシュが攻撃した目標は、加賀ではなく、特設航空機運搬艦カモガワ丸だった。3月19日、セールフィッシュは28日間の行動を終えて、オーストラリアのフリーマントルに帰島した。4月22日、セールフィッシュは4回目の紹介で、 コレヒドール島に向かった。セールフィッシュは、コレヒドール島向けの山陰地対空砲弾1852発を搭載し、その代わりに魚雷を前後発射管の中にある8本しか搭載しなかった。しかし、輸送途上の5月6日に、コレヒドール島のアメリカ軍は降伏し、セールフィッシュは、スール海で折り返した。その後は、ジャワ海及び、 セレベス会で紹介を行い、一度の敵との接触があった以外は何もなく、戦果を上げることはなかった。5月21日、セールフィッシュは28日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。6月13日、セールフィッシュは5回目の紹介で、インドシナ半島方面に向かった。7月4日、セールフィッシュは大型貨物船を観測。 追跡するもののそれは病院船であり攻撃を行うことはできなかった。7月9日、セールフィッシュはインドシナ半島ファンラン岬近海で陸軍輸送船青葉山丸を発見する。セールフィッシュは2本の魚雷を発射、うち一発が青葉山丸に命中し、青葉山丸は15度の角度に傾いた。 セールフィッシュは先行するとともに一連の爆発音を確認し、その後、スクリュー音は観測できなかった。一時間半後に、同海域で浮上すると、青葉山丸の姿は観測できなかった。青葉山丸は、沈没を免れ、サイゴンへたどり着いた。その後、セールフィッシュは紹介完了までに敵艦を一石、観測しただけであった。8月1日、 セールフィッシュは49日間の行動を終えてフリーマントルに帰島その後、セールフィッシュはソロモン諸島の戦いに投入されることとなり、アルバニーを経由して9月7日にブリスベンに到着した。艦長がジョン・アール・ムア・少佐に変わった。9月13日、セールフィッシュは6回目の紹介でソロモン諸島西部方面に向かった。 9月17日から18日にかけての夜、セールフィッシュは、ショートランド諸島南東海上で、巡洋艦を護衛する8隻の駆逐艦と遭遇したが、攻撃は行わなかった。引き続き、ショートランド近海で紹介中の9月19日、白鷹級不設艦と目される艦艇を攻撃する。3本の魚雷を放射状に発射したものの命中せず、セールフィッシュは、 反撃を回避するため先行を余儀なくされた。11発の爆雷が至近距離で爆発し、船体に多くの小規模損傷を受けた。その後は、ブカ島近海からベララベラ島近海までの海域で、紹介を行ったが、日本艦船との遭遇はなかった。11月1日、セールフィッシュは49日間の行動を終えて、ブリスベンに帰還した。11月24日、 セールフィッシュは7回目の紹介でニューブリテン島港高い域に向かった。12月2日に2隻の駆逐艦に対する攻撃を行うが、相手が推定27ノットの速力で航行していたため失敗。その後敵との接触はしばらくはなかったものの12月24日夜に小目標を観測する。追跡は翌25日にまたいで続けられ、 68型潜水艦に命中弾を与えたたと判断されたしかし、戦後の日本側の記録では、同海域での沈没艦は確認できなかった。12月30日と31日には、貨物船と駆逐艦に攻撃を行ったものの、成功しなかった。1943年1月15日、セールフィッシュは53日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。 その後、1月27日から4月22日まで、メア,アイランド海軍造船所でオーバーホールを受けた後、セールフィッシュは4月30日に、真珠湾へ戻った。5月17日、セールフィッシュは8回目の紹介で、日本近海に向かった。ミッドウェイ島で燃料を補給した後、日本の本州東岸の紹介海,海域に到着。 何度か敵との接触はあったものの悪天候のため攻撃することはできなかった。6月15日、セールフィッシュは釜石沖で2隻の貨物船を発見。セールフィッシュは3本の魚雷を発射。1本が命中し、セールフィッシュは停止した輸送船、神玉丸を観測した。爆雷攻撃を回避するため先行し、セールフィッシュは爆発音を観測した。 10日後の6月25日、セールフィッシュは、北緯39度53分、東計142度11分、北緯39.883度、東計142.183度、39.883、142.183の地点で輸送船イブリマルを撃沈した。この攻撃後セールフィッシュは12時間に及ぶ攻撃を、受け、 97発以上の爆雷攻撃を受けた。セールフィッシュは船体に小規模な損傷を受け、6月26日に紹介海,海域を離れた。7月3日、セールフィッシュは49日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。艦長が、ウィリアム・アル・リーフ・オーバー少佐に変わった。7月25日、セールフィッシュは9回目の紹介で、東シナ海。 台湾海峡を呼び、沖縄島方面に向かった。しかし、この紹介では4つの目標とジャンクしか発見することができず、戦果を上げることはなかった。セールフィッシュは、ミッドウェイ島を経由した後、9月20日に51日間の行動を終えて、新珠湾に帰島。艦長が、ロバート EM ワード少佐に変わった。空母、沖高11月17日。 セールフィッシュは10回目の紹介で日本近海に向かった。ミッドウェイ島で給油を行い、本州南方の紹介海,海域に到着。12月3日夜、セールフィッシュは横須賀の南東240マイル、八丈島東方海域でレーダーにより複数の目標を探知した。それはトラック諸島から日本に向かう艦隊で空母、沖高、運用、随宝と、 11月5日のラバウル空襲で損傷した、従巡洋艦マヤ、4隻の駆逐艦から形成された。台風による降天にもかかわらず、セールフィッシュは12ノットで、艦隊前方に出て、攻撃位置を取った。日付が12月4日になって間もない頃、セールフィッシュは、魚雷の高層振動4メートルに設定し、距離2000メートルで艦隊のやや後方から魚雷を4本発射。 そのうちの一本が、沖鷹の全部に命中した。護衛の駆逐艦がいい加減な爆雷攻撃を行った。あと、艦隊は、沖鷹と監視役の駆逐艦裏風を置いて足早に逃げ去った。セールフィッシュは、駆逐艦からの攻撃を避けるために先行したが、攻撃を再開するために数時間のうちに再浮上した。夜明け前。 セールフィッシュは二度目の攻撃で魚雷を三本発射。一本が命中し、これにより、沖高に火災が発生した。夜明け頃に、潜望強深度に浮上、セールフィッシュは、左限線微方向に傾き停止する、沖高を確認した。沖高は艦を放棄する準備が進められていた。 セールフィッシュは朝に三度目の攻撃で、完備発射艦から三本の魚雷を発射し、止めの一本を命中させた。反撃を回避するため先行する間に、大きな爆発音が確認された。沖きは、間もなく、左に大きく傾いて沈没した。皮肉なことがあった。沖きには、当時、11月19日に撃沈された。 スカルピンの乗組員が捕虜として乗官していた。前述のように、スカルピンは4年前に、スコーラスが沈没した時、救助を担当した官であった。スカルピンの乗員21名のうち、20名が、起きたかと運命を共にした。運用に乗官した残り21名の乗組員は12月5日に、日本に到着、大船収容所や東京不慮収容所に収容。 さらなる尋問の後、終戦まで、足尾銅山で刺激された。12月7日、午後、セールフィッシュは、北緯29度24分統計132度25分、北緯29.400度統計132.417度、29.400132.417の分後水道入り口付近で、浮上昇海中、冷戦と思われる、航空機に発見され、 爆弾2発を投下された。そのうちの一発がセールフィッシュの右舷側に命中し、動力部分が損傷した。応急修理を行ってその場をしのいだが、2日後に火花を散らすなど厄介なことになった。12月13日朝、セールフィッシュは九州南方でお三百に船団を発見し追跡した。その夜、セールフィッシュは、 北緯30度25分統計132度30分、北緯30.417度統計132.500度、3 0 4 1 7十3 2 5 0 0の地点にて、お三百二戦団に対して4本の魚雷を発射し、2度の爆発音が観測された。セールフィッシュは陸軍船、東安マヤスシマルを撃沈し、護衛艦による爆雷攻撃を回避した。 もう一隻の貨物船に追いついたとき、貨物船は停止していたものの、五隻の駆逐艦によって護衛されていた。攻撃は自殺行為であったため、セールフィッシュは静かにその海域を離脱した。12月20日の夜にセールフィッシュはパラオに向かう、陸軍病院船サイベリア丸を観測した。12月21日、セールフィッシュは、 北緯32度36分統計132度06分、北緯32.600度統計132.100度、32.600132.100の新島近海で、お106戦を発見。5本の魚雷を残し、3本を放射状に発射、最大の標的に2本を命中させた。セールフィッシュは、 駆逐艦の接近を回避するため先行し、海軍徴用船、ウヒロシマルの沈没を示す爆発音を観測した。1944年1月5日、セールフィッシュは49日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。この後、メアアイランド海軍造船所での、後半イオーバーホールが1月15日から6月17日に、かけて行われた。作業が完了すると、 セールフィッシュは、ハワイに戻った。7月9日、セールフィッシュは11回目の紹介で、グリーンリングおよびビルフィッシュとウルフパックを構成し、ルソン海峡方面に向かった。8月7日、午後、セールフィッシュは、北緯20度10分統計121度47分、北緯20.167度統計121.783度。 20.16721.783のサブタン島近海で小船団を発見。17時50分、セールフィッシュは攻撃位置に移動し、陸軍の衛帝金州丸に対して3本の魚雷を放射状に発射した。1本が命中し、爆発、水煙及び破片が散乱した。セールフィッシュの次の目標は3隻の駆逐艦、満潮、の分け、三運に護衛され、 カムラン湾に向かう戦艦ハルナであった。8月18日1時35分に、北緯18度40分、東計116度10分、北緯18.667度,度、東径116.167度、18.667 11、116.167の地点で目標を観測すると、ハルナに対して3200メートルの距離から4本の魚雷を発射した。 一本が護衛の駆逐艦に命中し、残りは外れたものと判断されたが、その記録は確認されていない。8月24日、セールフィッシュは台湾南方で敵船団をレーダーで探知する。4隻の貨物船が2隻の小型警備艇により護衛されていた。セールフィッシュは攻撃位置に移動し、4本の魚雷を発射。 二本が命中した、海軍徴用船東安丸は爆発、煙を上げ二つに分断し沈没した。護衛艦からの爆雷攻撃を回避した後、セールフィッシュは、再浮上して二番目の貨物船に対して四本の魚雷を発射、二本を命中させた。乗組員は、貨物船が沈没したか大破したと考えたが、戦後の日本側の記録では確認できなかった。 9月6日、セールフィッシュは58日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。9月26日、セールフィッシュは12回目の紹介でポンフレットを呼び、パーチーとウルフパックを構成し、ルソン海峡方面に向かった。台風の橋を通り抜けた後に、セールフィッシュは、紹介海域に到着した。10月12日、セールフィッシュは、琉球諸近海で、 台湾の日本軍基地に攻撃後被弾、着水した11名の海軍パイロットを救助した。また、彼らを捕虜にしようとした敵のサンパン及びタグボートを、艦砲により破壊した。翌日別のパイロットを救助する。セールフィッシュは、サイパン島に向かい10月24日に到着。救助したパイロットたちを下艦させ、給油及び小修理を行った。10月28日。 ウルフパックと共に紹介海,海域に戻るべく、サイパン島を出撃した、セールフィッシュは、11月3日明け方に、北緯19度57分統計121度50分、北緯19.950度統計121.833度、19.950121.833のサブタン島近海で、タマ31 a 戦団に対して攻撃を行ったものの失敗する。 翌日、対戦相当で出動してきた、駆逐艦春風を発見し、春風に魚雷を命中させて三番砲塔より、後部の船体を防失させる損傷を与えたものの、哨戒機からの爆弾による攻撃で、自身も損傷した。セールフィッシュは、敵の追跡を回避し、同海域を離脱した。11月9日及び10日に台風を乗り切り、11月24日の夜には、 北緯20度54分統計121度37分、北緯20.900度統計121.617度、20.900121.617の地点で、フィリピンのイトバヤ島に向かう玉32バイト仙台を攻撃した。輸送船の位置及びコースをポンフレットに知らせた後、セールフィッシュは攻撃位置に移動したが、 その時一隻の駆逐艦が向かってきた。セールフィッシュは三本の魚雷を放射状に発射し、船団の型に向かった。少なくとも一発が駆逐艦に命中し、レーダースクリーンから消失した。突然衝撃を観測し、それは沈めたと思っていた駆逐艦からの砲撃によるものであった。セールフィッシュは砲撃による船体への損傷がなかったか確認した。 あと先行した。続く4時間半、セールフィッシュは無音での先行を強いられ、日本軍は正確な爆雷攻撃を継続した。結局セールフィッシュは駆逐艦からの攻撃を切り抜け戦場を離脱し、間もなくハワイに進路を向けた。その間、ポンフレットはタマ32バイト戦団へ攻撃を行い、海軍徴用戦勝タカラマルを撃沈した。 セールフィッシュは、木とミッドウェイ島に寄港。12月11日、セールフィッシュは70日間の行動を終えて、真珠湾に寄港。これが、セールフィッシュの最後の紹介となった。セールフィッシュは修理の後、12月26日に、ハワイを出港し、パナマ運河を経由して、コネチカット州、ニューロンドンに1945年1月22日、到着。 続く4ヶ月半の間、ニューロンドン沖での訓練任務に従事する。その後6月9日から8月9日まで、グアンタナモ湾での訓練艦任務に従事し、フィラデルフィア海軍造船所で6週間停泊した後10月2日に、ポーツマスに到着、ポーツマス海軍造船所で不活性化に入る。セールフィッシュは1945年10月27日に、 退役当初は標的艦として原爆実験もしくは通常の砲撃によって海没処分される予定であったが1948年3月に売却されることとなり4月30日に除籍された船体は6月18日にペンシルベニア州フィラデルフィアのルリアブラザース社にスクラップとして売却されたセールフィッシュの司令塔は メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で、スコーラスの事故で死亡した乗組委員の慰霊塔の横に展示されている。セールフィッシュは、第二次世界大戦の先行で9個の従軍聖賞を受賞し、第10の紹介における顕著な功績で、主君部隊賞を受賞した。春名は8月15日佐世保出港、8月19日午後カムラン湾着発。 8月21日シンガポール期。ありがとうございます。